最近のタイムズスクエアの様子です。去年は閑散としていましたが、観光客と見られる人も少なくなく、だいぶ人通りが増えていると感じました。実際に去年の映像と比べてみましょう。車の量はあまり変わりませんが、若干人が増えているのがわかると思います。タイムズスクエアはご承知のようにブロードウェイの劇場が点在するエリアで、コロナ前はいつ来ても人混みで身動きが取れない状態でした。日本でいう渋谷のスクランブル交差点か原宿の竹下通りでしょうか。まだまだ空いていますが、去年の後半から比べて人が増えて賑わいを見せ始めていると感じました。全体的に若者の観光客が多かったことに驚きました。タイムズスクエアの人気パフォーマーネイケッドカウボーイもいました。相変わらずの人気者です。定番の似顔絵アーティストもいました。バイデン大統領は元の生活に戻れるのはクリスマス頃と発言しています。タイムズスクエアの劇場が再開し、元の活気を取り戻すのもその頃なのでしょうか。